はい、カタリールームのカタリーです。今から始めるドラクエ10実況プレイ、続きを始めていきたいと思います。前回はどこまで行ったんでしたっけ。戦敵のこれまでの話、弟のダルを呼んでくるんですね。ダルはどこにいるのかな。あれ、ペダルの場所わかんないね。じゃあ誰かに聞いてみましょう。シーンもなんかピンクになってね、ちょっと一回戻ってシーン君に聞いてみますか。あれ、おお、なんかまた手に入った。これ何、もしかしてログインするたんびにこのタンスとか復活していろいろもらえるのかな。村を出て北東にある石杖の森。あ、外にいるんじゃん。石杖の森ね。こっちもなんかなかったっけ。なんかもらえんじゃねえこれ。おお、すげえ、ログインするためにもらえるんだ。あれ、ばあちゃんの部屋もなかったよね。おお、これ便利、すげえな。ピンクになってる人誰かな。ミヤク、おミヤクね、オッケー。あ、こういう時は5ボタンのオートランだね。はいはい、結構遠いなこれ歩ってくの。早くルーラーとか覚えたいとこだね。ミヤクはどこやねん。あの人かな。あ、違う。あ、いたいたいた。北東の方角ね、自然の森。あ、同じとこ行けっつってたね。これもなんかもらえるってこと？全部回るのはめんどくさいよな。通り道にあるやつだけでももらってきましょうか。6ボタンでその場ジャンプ。あ、本当だ。ちょっと戦闘しながら行きますかね。経験値をちょっと貯めたいもんね。スライムだけ。よっ、はいはい、やっつけて。もう一匹いる。あ、これはあれなんだ、戦闘には入ってないんだね。モーガン、結構やられてる。これ大丈夫かな。
まあ薬草いっぱいあったよね、確かね。ていうかモーガン強くね、これ。つけた。あ、何ももらえないし。北東石勢の森。結構距離あんな。あ、そうそう、オートランね、オートラン。モーガンばっかりだな。結構モーガン強かったぞ。スライム発見。スライムは積極的にやっていこうかね。少しでも経験値を貯めていきたいとこだよね。よしよしよし。お、レベルアップしました。ホイミ、ホイミを覚えた。あれ、なんだい。レベルアップしたんだぜ。でも あんまり変わんないな。レベル2ぐらいじゃ。うおー、やられた。FF に似てきたね、戦闘が。よし、やっつけた。スライムを倒していく。スライムは攻撃されてもなんかほとんど無視するからいいね。経験値ためにめんどくさくない？これ。あ、なんかこれ、おせん。ダメージ意外と受けてるし。はい、なんか看板があるね。これなんて書いてあるんだ。じゃないか。こいつやばくない？大きい土、大きい土。やば。逃げてれば大丈夫っぽいな。おお、なんか来た。あ、死んじゃったよ。この場で復活するができんの？あ、世界中の歯を使ってか。じゃあダメだ。なんとやられてしまいましたよ。これってなのかな。もし、じゃあせっかく来たからお祈りしてから行きますかね。もしリベンジだぜ。遠いな、あそこまで。これ結構距離あるんじゃないの。大きい槌はもうやりません。しばらく経験値貯めて強くなるまではもう戦いません。スライムとあの白いやつにな、なんつったっけ。
そいつだ。ちょっと無視して先進もうかな。ああ、追いかけてきた。やべ、モーガンか。モーガン、レベル3ぐらいにならないとちょっときつそうだな。森の中入ってもやられちゃうんじゃないかな、もしかしたら。積極的にやっていこう。で、逃げながら攻撃、逃げながら、あーでもやられちゃうんだね。どうしようかな、このままちょっと森まで行ってみますかね。でモーガンに見つかっちゃうじゃんこれ。ほら、見つかると早いんだモーガン。いいカモだぞ、モーガンはカモだ。こいつ攻撃してこないよ。あれ、まだやっつけない。もう瀕死のはずだぜ。また見つかったっぽいな、モーガン。よく見つかっちゃうな。よし、会心の一撃とか出ないのかな。そろそろレベル3に上がってもいいんだと思うんだけど。お、宝箱。お、レベルアップしたぜ。OK。 あ、これレベルアップすると、あ、違うか。やられてもヒットポイントが戻るのかなと思ったけど、そんなことなさそうっすね。はい、なんかいない。これなんだろうな、これやっつけなきゃダメっぽいな。オニオン、結構敵強そうだな。やっつけた。あ、意外とあっさりやっつけたぞ。おお、いいね。じゃあ行っちゃい、入ってみますか。石杖の森。これ何これ、敵？まだらくもいと。マダラクモイドだって。これは何？なんか秘密があるのかな、この森は。あ、いっぱいなんか。お、いたよラル。何してんの？宝箱。
あ、錬金やってんじゃん、これ。なんだこのご機嫌な帽子。ご機嫌な帽子を手に入れた。すっごいのができたって喜んでるけど、いいのかあれで。ご機嫌な帽子、これ恥ずかしいよ。なんか守備力上がるのかなこれ。ああ、錬金術師なんだね。自称自称錬金術師じゃん。仲間に加わったってことは一緒に戦ってくれんのかな。強さ、ああ一緒にいるだけだね。この石碑は何だろうな。種族の説明かな。エルフ、またあと何か関係していくんですかね。プクリポ、プクリポってなんだ。オーガ、オーガってなんか強そうだな。で終わり。僕見たっけ。竜族、ああ竜族ね。人間、どんな地でも生きていける。大きくもなく小さくもない体の者たち。なんか適当だね。なるほど。じゃあバラルと共に戻りますか。結構いい時間になっちゃったかな。じゃあ一旦ここでですね、動画の方切りたいと思います。またこの続きはね、次次回やっていきたいと思いますので、では、ご視聴ありがとうございました。